スター・デストロイヤー。スター・デストロイヤーは、アメリカの SF 映画、スター・ウォーズシリーズに登場する架空の宇宙戦艦の、艦級の一つである。銀河共和国や銀河帝国や新共和国によって、運用された、宇宙戦艦である。二等辺三角形のデザインを持つ、超巨大な艦隊が特徴であり、星を、丸ごと一つ制圧あるいは破壊できるほどの、強力な火力をある。 しかしながらその役割は、タイファイター等の宇宙戦闘機や士団規模の上陸用の陸上戦闘部隊を多数搭載し、あらゆる任務に対応し得ることから戦艦に空母や強襲用陸艦の機能を持たせ、ある一定中域を制圧する、中域制圧戦闘母艦である。機関設備を備えており、通常でも艦長の上に提督、時には植民惑星の総督、果ては、 ダースベーダーや皇帝自身が登場することもあった。一般の大型艦船であってもこの艦を超えるサイズのものは稀で、大抵の場合、相手方の船を艦隊仮面に備えたドッキングベイにすっぽり収めることすらできる。高い戦闘能力を持つ、この宇宙戦艦は、その名の通り破壊の限りを尽くす。旧三部作すべてと、シスの復讐冒頭に登場する。 大型宇宙船がスター・デストロイヤーである。なお、クローンの攻撃後半に登場する類似の大型艦は、アクラメーター級、攻撃型強襲用陸艦であり、スター・デストロイヤーには分類されない。また、インペリアル級より大型の戦艦は、スーパースター・デストロイヤー、または、スター・ドレッドノートと呼ばれる。ビクトリー級、スター・デストロイヤーは小説などに登場する。 俗に言う高速戦艦である。全長900メートル、全幅564メートル、全高289メートルと、後のスターデストロイヤーと比較するとやや小型ながら、機動力に優れ、高速力とスターデストロイヤーとしては良好な旋回性を持つ。建造は、銀河帝国の時代にスターデストロイヤーを建造し続けることになる、クワットドライブヤード車ではなく、 レンディリースタードライブ社が行っている。銀は共和国末期に勃発したクローン大戦の初期、共和国側が急遽用意した攻撃型強襲用陸艦アクラメーター級は優れた機動力と地上支援能力等を持つ非常に使い勝手の良い優秀艦であり、初戦の勝利に大きく貢献するがもとより対艦砲撃戦を目的とした艦ではないため、サイズ、砲撃能力は 巡洋艦クラスであった。そのため、通称連合の保有する、ルクレハルク級改造戦艦、鈍んな輸送艦の改造ながら、強力なシールドと多数のレーザー砲、ドロイド艦載切れ武装や、プロビデンス級、グリーバス将軍の機関、インビジブルハンドが有名をはじめとする、分離主義勢力の戦艦軍に対抗しきれるものではないと判断されたため、純粋な戦艦として、 本級の建造が開始された。後のインペリアル級と非常によく似たスタイルを持つが、主任務は艦隊同士での砲撃戦及び衛星軌動上からの砲撃であり、艦に比して巨大なターボレーザー砲塔を備えていた。艦砲の攻撃力が優先された、いわゆる戦艦らしい艦級であるが、洗練された運用の幅広さを持ち、惑星大気圏内上層部への突入も可能である。 自身に惑星地表に離着陸する能力がないため、揚陸部隊を搭載したアクラメーター級を率いて行動し、軌道上で敵艦隊と交戦、制圧した後は惑星上空上陸部隊の援護に当たった。地上戦への援護を主目的とした初期量産型のビクトリー I 級、スターデストロイヤーと宇宙空間での戦闘を想定しやや大型化したビクトリー2級。 スター・デストロイヤーの二つに分けられる。本艦級は、独立性系連合に参加した、テクノユニオンが建造した、全長 1km の大型宇宙戦艦、ブルワーク級、マーク1バトルクルーザーとの戦いでウィジンを迎える。後に反乱同盟軍に参加するジャンド・ドンナ・ラの指揮の、もと、多大な犠牲を払いながらも、敵艦隊の撃破に成功する。ベネター級、 スター・デストロイヤーは、クローン対戦前期間を通じて活躍した、スター・デストロイヤーである。この戦艦を設計したのは、ビクトリー級を設計した、ワレックス・ブリセックスの娘である、ライラ・ブリセックスであり、彼女は後に、後継艦にあたるインペリアル級、後術の設計も担当している。クローン対戦初期に活躍した、アクラメーター級強襲艦を拡大、発展させたもので、 設計、製造も、アクラメーター級を建造していた、ロザナヘビーエンジニアリング社の親会社であるクワットドイブ、ヤード社が行っている。前後に長いスマートな環境と、メインのツルより、後方に大きく伸びる、管備部など、前級、次級よりも、アクラメーター級に似たスタイルを持つが、横に二つ並ぶ環境や監視から、環境の付け根部分まで蹴られた。 関西機の滑走路兼誘導路と、それに沿う形で配置された、格納庫、環状面と下面に設けられた、戦闘機離着陸場など、得意な点も多い。全長1137メートル、全幅548メートル、全高268メートルと全環球と比べ、巨大であるが、惑星内へ直接の離着陸が可能になり、シールド発生装置や敵艦との砲撃戦に、 対応できる大型砲塔が8機搭載され、さらに戦闘攻撃機の格納庫を備えるなど戦艦、空母、揚陸艦、輸送艦さらには機関、司令部としての機能をも併せ持つ。一般的には中途半端になりがちな万能艦であるが、本級の巨大さはすべての要素を高レベルで実現しており、現場の評価も高い。艦隊同士の砲撃戦から、 単艦での威力偵察、都市の占領、洋人輸送など、多機能ぶりを生かした運用がなされる。地上での任務も多かったため、着陸時に航空機の発着艦不能になる、艦下面のドッグベイを補うため、艦上面にも発着場が設置されている。本級のみであらゆる軍事行動が可能になったため、共和国は本級の建造に専念することとなる。 そのため3年余りのわずかな期間にもかかわらず、かなりの規模の量産に成功している。クローン大戦時は大艦隊で、機動上の敵艦隊を圧倒後、そのまま敵惑星に強襲降下し、地上戦闘部隊を送り出した後は、地上前戦司令部として運用されることが多い。その巨体ゆえ小回りはあまり効かないがスピードは速く、搭載された。 ハイパードライブは1回のジャンプで6万光年の彼にまで到達することができる。3DCG アニメ、スター・ウォーズ・クローン・ウォーズでは、共和国軍の主要メカとして、全編を通して活躍。ウルフ・ユラーレン提督が館長を務める、アナキン・スカイウォーカーの機関、レゾリュートや、オビワン・ケノービのネゴシエーター等が登場した。本作中では三隻の本館を中心とした。 編成の艦隊が多い。エピソード3では、コルサントの戦い、キャッシークの戦い、ウータパウの戦いで活躍する。銀河共和国が銀河帝国にとって変わられた後でもベネター級は運用されていたが、表面に施されていた赤ラインが消され、インペリアル級同様明るい灰色一色の塗装に変更されている。当然ながら共和国の識別マークも除去されたが、 新たに六角形の帝国軍識別マークを描かれることはあまりなかった。インペリアル IQ、スターデストロイヤー製造元、クワットド,ドライブヤード車大きさ、全長1600メートル速度、60MGLT 総従業員、36,810名、公衆275名、機関乗組員を 00+10 名、上院定員、9700名、兵員武装、 ターボレーザー60機、イオンキャノン60機、トラクタービーム発射装置10機搭載機、タイファイター72機、上陸船12機、ATAT20 台、ATST30 台、上陸艇15機、ラムダ級、シャトル8機、多,多数、インペリアル2級、スターデストロイヤー製造元、クワットド,ドライブヤード車、ライラウェイス大きさ、全長1600メートル速度、 60MGLT 総従要員、36,755名、砲手330名、機関乗組員を、00+10 名、乗員定員、9,700名、兵員武装、10ターボレーザー3機、10イオンキャノン1機、ターボレーザー50機、イオンキャノン20機、トラクタービーム発射装置10機搭載機、タイファイター60機、タイボーマー12機上陸船12機、 ATAT20 台、ATST30 AT AT 台、上陸艇15機、ラムダ級、シャトル8機、アサルトガンボート5機、個人用輸送艇多数。インペリアル級、スター・デストロイヤーは銀河帝国時代に帝国軍の主力戦艦として銀河全域に配備されていたスター・デストロイヤーである。スター・ウォーズ世界における銀河帝国を象徴する戦艦である。 当初は、インペレーター級という名称で計画されていた。宇宙空母的要素を持ち、48機のタイファイター、タイ迎撃機、12機のタイ爆撃機、タイボーマー、12機の対上艦船、タイボーリングクラフトを搭載している。タイ爆撃機は、誘爆に備え、防爆仕様の格納庫に、他の機体とは分けて格納されている。航続距離も長いが、 惑星地表への離着陸能力がなくなり、連絡、揚陸艇としてのシャトルを必要とするなど、強襲揚陸艦としての要素は薄れた。初期に建造されたインペリアル IQ、スター・デストロイヤーと投艦に改良を加え、火力とシールドを増強した、インペリアル2級、スター・デストロイヤーも存在する。エピソード4、新たなる、希望冒頭で登場するダース・ベーダー艦は、インペリアル IQ、 艦名、デバステーター、エピソード後、帝国の逆襲に登場する艦は、通級である。全級からさらに大型化された船体は、全長1600メートルに達し、当然ながら、小回りはさらに効かなくなった。しかしながらこのクラスは、スターウォーズに登場する艦船の中で、最もバランスのとった艦船であり、帝国の最盛期までに、計2万5000隻ほど建造され、 帝国の崩壊後も建造が続けられた。強行着陸はできなくなったものの、多数の上陸用シャトルと、地上専用の ATAT AT を20機、ATST も30機搭載でき、さらに、ストームトルーパーの1個手段、約9700人が搭載可能なため、全球と遜色ない地上戦闘力を展開させることが可能である。地上部隊をランディングシャトルで送り出した後、 自身は、軌道上に止まり、ターボレーザーで砲撃するのが本級の主な運用方法である。もちろん、最も重要な任務は、艦隊戦である。巨大な戦体の各所に、計60機ずつ搭載されている、ターボレーザー砲塔と4キャノンの破壊力は凄まじく、特に上艦板両弦には、50メートルターボレーザー砲塔片弦3機と、14砲、片弦1機を備えた。 重砲撃ステーションがあり、本級最大の攻撃力を誇る。本級に狙われた宇宙船はもはや逃走するしか選択肢がないが、たとえ逃げたとしても、エピソード4冒頭のように、艦首の強力なトラクタービームで打破される運命にあた。しかし唯一とも言える弱点は、これらの兵器が至近距離をカバーしていないことである。環境に備えた、 センサーシステム群は強力な遠距離探査能力を備えているが、同時に長子近距離、接触している場合等では全く役に立たず、この弱点を知るハンソロ船長の操るファルコン号に欺かれることもある。基本的に帝国宇宙軍は単独から少数のインペリアルスターデストロイヤーを他の補助艦船や小型艦船と組み合わせて艦隊を構成しており、 それぞれが独立した軍事行動を展開している。ビクトリー級などは艦隊規模での運用を前提に設計されていたが、インペリアル級は追跡任務や重要人物、政府交換の位相などにも利用され、主に単独で行動することを前提とした設計にな、いる。インペリアルスター・デストロイヤーは3隻で、機動艦隊、6隻で、セクター艦隊、24隻で、 中海艦隊を構成するが、同一成形内に複数の艦隊が配備されることは式典などの例外を除けば極めて稀であ。高度な産業惑星を攻撃する場合には、6隻の本級とサポート艦が艦隊を編成して当たることが多い。これはクローン対戦時、スターデストロイヤーの主な任務は敵艦隊との交戦、及び敵地上陸による占領活動であったが、 銀河帝国時代、分離主義勢力の崩壊から、反乱同盟軍の結成までは、有力な対抗勢力が存在しなくなっていたため、大艦隊を編成する必要がなかったのである。拡大しすぎた半島を十分にカバーし、核惑星へと睨みを効かせる、威圧の目的から、砲撃能力よりも搭載力を重視し、スターデストロイヤーは、次第に単独任務に適した艦になっていった。 ただし、銀河内乱後半での反乱同盟軍の躍進や、艦艦行動中に、本級が襲撃される事例が増えるにつれ、再び本級も大艦隊を組み、新たに門からマリと協力して、大型戦艦を主力として、戦力を増強していた反乱軍艦隊に対抗する。ダースベーダー率いる死の小艦隊は、機関エクゼキーター以下8隻のインペリアル級と3隻の、 ビクトリー級を中心に編成されていた。本級は20年ほど続いた銀河帝国の支配の象徴として銀河に広くその名を知らしめた。帝国は元老院解散後の恐怖統治の象徴としてデススターを建造していたが収益期間があまりにも短く存在が知れ渡る前に相次いともに撃破される。その上です、スターの建造は極秘だったため、 銀河系のほとんどの住人にとって、帝国圧制の象徴は、インペリアル級、スター・デストロイヤーであった。銀河内乱の終結後にも、生死では、ファーストオーダー、非生死では新共和国、銀河連合自由同盟によって運用されている。テクター級、スター・デストロイヤーは、他の環球と異なり、格納庫を持たない、スター・デストロイヤーである。 大きさは、インペリアル級と同じ1600メートルだが、ベネター級、スター・デストロイヤーの後継艦にあたる。艦隊砲撃戦を目的とした純粋な戦艦であり、急速に成長してきた、反乱同盟軍艦隊を強く意識て建造された。他の艦級に見られる底部の離着陸口は、防御力強化のため装甲板で塞がれている。このため、他の艦船の制圧や戦場への兵員。 物資の効果等が不可能となり、用途が大幅に制限されることとなった。また、戦闘機も搭載できないため、遠方での任務に着く際には、戦闘機を搭載した航空母艦と共に行動させる必要がある。エピソード6時代の期間に底部のみ登場する。リサージェント級スターデストロイヤーは、エンドアの戦いから30年後に帝国の意志を継いだ軍事組織。 ファーストオーダーによって運用された。全長は2915.81メートルと、インペリアル級よりも大型化している。エンドアの戦いで、エグゼクターがブリッジに特攻を受けて沈んだことを受けて、戦隊は全体的に平坦であり、ブリッジタワーが存在しない。この艦は、ファーストオーダーの軍事力のシンボルであり、敵対勢力には、イフを、ファーストオーダー軍には誇りを植え付けた。 エピソード7では、カイロレンとアーミテージハックス将軍の機関である、ファイナライザーが登場。エピソード8では、ファイナライザーに加えて、ハービンジャーや、コンクエラーなど複数が登場している。リサージェント級は、全長約 3km にも及ぶ巨艦だったが、新共和国は、リサージェント級よりもさらに大型の艦が存在すると、推測しており、それは、マンデーター4級、 CG ドレッドノートとメガスーパースターデストロイヤーの登場によって現実のものとなった。エグゼキューター級スターデストロイヤーは収益時には史上最大の巨大宇宙戦艦であり、全長は 19km、19000m に及ぶ帝国宇宙艦隊の機関でもあり、スターデストロイヤー艦隊の指揮を取るが、この艦自体が強力な宇宙艦隊そのものであり、 デススターを除けば最大最強クラスの宇宙構造物でもある。単艦で波の艦隊を大きく上回る戦闘力を持つ。それまでのスターデストロイヤーに比べて細長い非常にスマートなスタイルが特徴である。デザインそのものはアクラメーター級からの流れを組みメインノズル後方から大きく伸びた艦尾を持つアクラメーター級やベネター級をそのまま前後に 伸ばしたような艦型である。インペリアル級の10倍を超える巨体を誇り、もはや通常の兵器で破壊することは不可能に近い。すべてが規格外の本級だが、環境はインペリアル級と形状、大きさともによく似たものになっており、センサーとの干渉対策としてシールドが若干弱くなる欠点も改善されていない。メインブリッジもインペリアル級とほぼ同形状であり、 良好な前方視界と引き換えに走行がなく、環境部の防御はすべてエネルギーシールド頼みであった。この点が口述する一番艦エグゼキューターの悲劇の爆沈につながることとなる。これら帝国軍の艦船はいずれも船体は非常に強固なシールドによって守られ、その巨体もあって、少々の攻撃には全く動じないが、船体から突出した環境部分だけは防御が手薄で、 ついにはこの弱点を突かれて破壊されてしまう。司令部のある環境には、センサーシステムの大半とシールド発生装置を設置しているが、変更シールドはセンサーの機能を妨害するため、ここに限ってはシールドを他よりも弱くせざるを得なかった。そのため、反乱同盟軍艦隊の集中砲火によって、シールドが弱まり、さらに敵機のシールド装置への攻撃を許す。 そして前室のデススターに墜落したエグゼキューターも、また、環境のシールド発生装置を失い、なおも強力な対空砲火で防戦を続けるが、前方から飛来した反乱軍の戦闘機部隊に反撃した際、一機の A ウィング戦闘機が、対空レーザーにより被弾しきりもみ状態に陥る。A ウィングのパイロットは、勇敢にも体当たりを決意し、そのままエグゼキューターの メインブリッジへと突入する。装甲のないメインブリッジは壊滅し、たった一機の小型戦闘機によって、完全に制御不能に陥った長距離大戦艦は、デススターに墜落する。なお、一般的に知られている、スーパー級という名称と、全長8000メートルというデータは、皇帝パルパティーンが元老院の予算委員会を通す、際に、 本来の目的を隠すためのカモフラージュとして持ち入れたことに由来する。姉妹艦にルサンキア、インティミデーター、リーパー、テロール等がある。旧共和国時代にはが建造されており、新共和国時代にはの7種が設計され、そのうちの数機種が実際に建造されている。さらにヤビンの戦いの130年後にはというものも出現している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。